さて次行きますか。先に言ってしまいますが、安全地帯のアルバムの中で僕が最も一番好きなアルバムです。あ、バースンっつって抱きしめたい安全地帯3と安全地帯3ですかね。アーティストはもちろんのことながら安全地帯ということでして、なんかこれも、僕2枚持ってるんですよっていうことは完全にどっちか、多分こっちかな、帯がない方を100円レコードで見つけて買ってますね。はい、これは名盤ですよ。ジャケ見ますか。まあ、完全に帯で六度春吉さんの顔が隠れちゃってますよね、これね。僕は何度も動画の中で言ってきてますけれども、基本的には帯嫌いなんですよ。すぐ外しちゃう。どっかやっちゃってんのもいっぱいあります。でもうとにかくやっぱり僕グラフィックの人間なんでね、もう邪魔だろうと、何やってんだと。だからちゃんとその帯がジャケットのデザインを考慮した上での帯だったらいいんですよ。なんですけどこのような形になっちゃうので、こっちにいつものように大きく出すジャケットは六度さんの顔も僕は出したいので帯なしの方を表示しますね。いやー、安全地帯このアルバム、僕ね初めて安全地帯をちゃんと聞くのがこのアルバムからなんですね。それまでは何度か僕話してきているダチの秀樹のカラオケでしか聞いたことがなかった。で中学の時に同じクラスだった女子で小崎さんっていたんですよ。で小崎と何かの連絡を取り合って久しぶりに会おうぜってなったんですよ。85年ですね。あ、そうか、このアルバムは1984年の12月1日発売のアルバムですと。なので僕が聞くのは1985年ですねの多分4月とか5月とかその頃の時期だったと思います。なので僕は高3になってますね。でその小崎となんか会おうってなったんですよ。高3の多分4月5月ぐらいだったと思います。久しぶりに会ったらなんか僕がそのほら音楽すごくもう中学校の時からよく聞いてて YMO ね、それからベストヒット USA、 ベストヒット USA ダリ・ジョンだ、オリビア・ニュートン・ジョンだ言ってて、ああそうか、オリビア・ニュートン・ジョン亡くなっちゃいましたねって、もう多分これの動画をねアップする頃は1ヶ月は経たないと思いますけども、うん、時期がねずれちゃってると思いますけど、僕はもうちょっとねオリビア・ニュートン・ジョン亡くなったニュースを朝テレビで見て、まあ、テレビっていうかネットで見てちょっとね泣いてしまいましてね、うん、オリビア・ニュートン・ジョンもね動画作りたいなって思ってたアーティストの一人だったもんですから、まあ、それはまあさておき、そんなこんなで僕が音楽好きだっていうのは知っているから、小崎がカセットを持ってきたと。お姉ちゃんが好きで安全地帯っていうバンドがあると。でそれのアルバムをカセットに落としてきたから沼尾ちゃん貸してあげるよなんつって渡されたんですよ。で僕は秀樹とマブダチだったんで、で秀樹はすごく安全地帯好きではあったんですけど、僕に安全地帯を聞かせなかったんですよ。僕がその洋楽にもドストライクにドハマりしてるっていうのを知っていたから、あんまり秀樹は自分の好きな曲を僕には聞かせなかったんですよね。まあやつなりの気遣いだと思うんですけども、で小崎はほらそういうの分かんないから小崎は小崎なりの僕に対する気遣いだと思うんですよ。沼ちゃんね音楽好きだからっていうことで、まあ安全地帯を持ってきたと。安全地帯と、ああ秀樹がよくバスの中でカラオケで歌ったやつかってなって、まあいい機会だから一回ちゃんと聞いてみっかななんつって聞いてみたら、まあ素晴らしいと、これがでそれはさておきなんですよ。あのそのねカセット時代を知っている方は皆さん分かってらっしゃると思いますが、カセットってそのレコードからカセットに落として録音したらカセットテープのインデックスカードのところに背拍子になる部分にバンド名とアルバムタイトルを書いて、カセットのこっち側の面の部分にその曲のタイトルをボールペンとかで書いたりするじゃないですか。 A 面のドア玉1曲目が Y のステーションって書いてあったんですよ。ステーション？ステーションってなんだと。
で、まあ、聞いたらそんなわけでめちゃくちゃ良かったから、もう僕はその借りてるカセットなんで、次会う時にそのカセット返さなきゃいけないじゃないですか。こりゃ返したくないと。なので僕は小崎にカセットを返す前に、もう早々に貸しレコード屋ですね、当時だと U&I かな、トモ&アイって書いて U&I に借りに行ってカセットに落としたんですよ。でレコードを、現物ですよ、を借りてきたら Y のテンションって書いてあるじゃないですか。爆笑したんですけど、同時にテンションってなんだとだからステーションではーで、テンションでもはーっていう、はい、いずれにしても初めてやっぱ聞く言葉でしたね。だからテンションなんて今ではもう日本語になっちゃってるじゃないですか。テンション低だの、テンション高だの、まあ普通に言うじゃないですか。でも高3ですね、85年で僕が聞いた時はまだまだテンションなんていう言葉は一般的ではないしね、小崎もやっぱりテンションっていう言葉を知ってたら Y のステーションとは書かないじゃないですか。なのでやっぱり作詞家さんっていうかね、プロの人はすごいなって感じましたね。うん、それはあのね、前の動画で僕が語ったね、小坂みゆきさんのニュアンスしましょうのニュアンス、あれと一緒ですよね。作詞は大貫妙子さんですけど、まだまだニュアンスなんていう言葉はその頃一般的ではない時期にもうすでにニュアンスっていう言葉を持ってくるっていうね。よって返す時に小崎には言いましたけどね、おいおいてめえこの野郎、ステーションってなんだよっつってお、インナー写真がだいぶかっこよくなってますよ。ちょっと出しますか。たまちゃんですね、素敵、かっこいい、惚れる裏側のバンドメンバーの写真ですね、かっこいい、素敵、惚れるもう全部好きなんじゃねえかなっていうね、まあ、全部好きなんですけどこのアルバムも作詞は僕がこれから語っていくときに言う曲以外は全部松井五郎さんが作詞ですね。で、作曲は全曲たまちゃんということですね。安全地帯のサードアルバム抱きしめたい、いきますか。ドアタマ1曲目 Y のステーションじゃなくてテンションということですね。はい。もうこれさ、出だしがあれですよ。ワンナイトシアターライブを見ますと、田中さんのドラムが両手の16じゃないんですよ。どかちしかっちとどちちかっちとどどちしか、これだと両手じゃないですか。じゃなくて片手の16なんですよ。片手でやるとみたいな感じで、このここの片手の方のタタ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 ツタタタタタタタ、右手のチチチハイハットが、強弱のグルーブがすごく出やすいっていう感じですね。聞こえてんのかなまあ両手でやっても全然いいんですけど、片手でやった方がそのグルーブが出ると言われてますね。このドアタマの片手16のリズムに、まあ僕は当時最初からやっぱりやられましたね。言いかけすぐやめた優しい言葉みたいな、この今僕が歌ったところがもう全てですね。 Y のテンションなので XYZ Z でアルファベットは終わるじゃないですか。そのだから一歩手前、ファンの人はね、皆さんも知ってらっしゃると思いますけど、一個前の終わる寸前、だから行っちゃう寸前みたいな感じですね。 Y のテンションの意味としては、なので言いかけすぐやめた優しい言葉っていう、もう出だしからそんな感じじゃないですか。言おうとすんだけど、ちょっと手前でやめるみたいな。それから氷を噛むようにそのうちに溶けてしまうっていうのも、氷を噛んでる時っていうのは氷は存在してますけど、すぐなくなっちゃう、終わっちゃう直前みたいなことじゃないですか。それからベースやばいですよね。ドデンツテインカチコトデツトンカチカトデチテインカツケトデツケインカデゲンっていうギターが鳴ってる後ろで、ベッブイブブッでバイバイブボみたいな、すごくこのベースに僕はソウルを感じますね。サビのコーラスワークですよ。握り返さない手にはあなたがいないからの
このまたサビでコーラスワークですよね。凝ってますよね、ここもね。 No, no, 信じるほどに I know みたいな。縛れはしないのあなたの目は No, no, no 冷たいみたいな。この何たまちゃんとコーラスワークの掛け合い、それこそソウルですよね。 A 面の2曲目 Lazy Daisy ですね。この曲は多分僕はこのアルバムの中で一番好きな曲ですかね。あのね、聞き直してみたらアレンジがものすごい。カンカンコンカンカンコンカンカンツカンケンコンカンコンコンカンコンカンコンカンキコンコンカンツカカンガツトンツデッテンガツトンツテンツテンテンデツトントンカリンコンコンカンツカリンコン、あの1234のこの、まあ、一小節4拍じゃないですか。テッテッテッテンテッテッテンテカリコカリツカリコクカツカリコみたいな、あのギターのコードっていうかカッティング弾きが前に前に来るんですよね。こういうのなんて言うんでしたっけ、音楽用語で。まあシンコペーションとも言うとは思うんですけども、この前に前に来る感じも最高ですし、なんかねアレンジすごい。はい、どことなくなんとなく僕はそのほら YMO キッズでしたから、なんかねこの曲を聴いた時にキーボードは出てこないのにもかかわらずテクノっぽい感じを受けたんですよね、なぜか。それでハマったっていうのもありますね。歌始まるじゃないですか。内緒なんだとてんつかんつかんつかんじんでてんつかんつかん、はじんって何とここでも全く分かりませんでしたけどね、当時は。この曲、曲構成は A メロ、B メロ、サビっていう、もうポップスの王道じゃないですか。これこそ分かりやすい曲ですよ。にもかかわらず、単なる分かりやすいいい曲じゃないし、安全地帯らしさがバシバシ入ってますよね。A メロの、てんつつてんつてんつか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 んつてんてんてん、ここで、かんつつかん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 つつかんつかんつかんかんつって、なんかミュートするような感じで、かん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 弾いてるのもあって、ツインギターなんで、どっちかわかりませんけど、ヤギさんか、竹澤さんかね、わかりませんが、かんつ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 かんウィンギーン、つけんつけんつけんってコード弾きしてるギターが重なってたりしますよね。あれもすごくかっこいいですよね。はい、またねこれストリングスアレンジが最高ですよ。伊豆のキティスタジオでね録音して、そこにストリングス隊がえっちらおっちら行ったとは思いませんから、多分ロックドハルヨシさんのシンセで出してるストリングスだと思われますが、すごくいい。本当にそのじゃあストリングスがどこから入ってくるかなんですけど、2番のサビの2回目の展開のところですね。陽気そうにロマンスをのところから入ってくるんですよ、ストリングスがふーっつって、ははやばい。でその後感想いくじゃないですか。トゥリルリトゥリティトゥリ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 リリジャン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 とんてレイゼイデイゼイっていくとウェーユトゥリリリみたいなストリングス鳴るじゃないですか。いけないワルダクミンタカトコトカタカトコスカタカウィンシャルリリウィリリリリリフフィフフィンジャンテリコンケコンツテリンコンカロツカカツコリコンツカリフィリルリリベベベフベベフベフテリリ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 ダツコンツタリブブブブブウィーウフィフィーバラバブブブブブブブウィーブブブブみたいなストリングス最高。まあコントラバスをやってるかどうかは別として、ちゃんと低音のストリングスと高い方との掛け合いみたいになってたりする感じとか、いやもうこれ最高です、最高。シティポップですよ、シティポップ。この曲もうシティポップ、入れましょう。っていうかもう、安全地帯、僕が語ってる曲、全部シティポップです。はい。タイトルももうシティポップって付けよう、堂々と。
いやもうだから曲の終わりの最後の20秒ぐらいからそのストリングスの僕が言った掛け合いみたいなものがバンバン入ってくるじゃないですか。だから曲の終わりの方だからって適当にやらない、まあその最後のもう数秒でも、まあラスト1秒までもきっちりやると。当たり前なんですけどね、そんなことはね。僕は絵なんでね、僕で言えば画面の端っこの方だからつって適当に描いたりしないじゃないですか。それと一緒ですけど、素晴らしい。もう本当にド頭からケツまで。そうか。だから映画で言うブックエンド方式ですよ。ド頭で始まった絵と全く同じ絵で映画がエンディングを迎えるのをブックエンドって言うんですけど、この曲もそうですよね。レイジーは怠惰なとか怠け者っていう意味ですね。デイジーが調べると一級品とか一品とかね、単純に女性の名前っていうのも出てきたりしましたけど、あとね、めめしい男とかホモセクシャルな男とも出てましたね。なのでいい女なんだけどだらしないなみたいなニュアンスの曲かなと思います。 A 面の3曲目いきますか。ハッピネスですね。ほらハッピネスハッピネス、じらしてじらされて、ゴンゲンゲンゴンゲンゴンゴンゲンですよ。いいね、この曲もまた何度か僕言ってきてますが、これもニューウェーブ感を感じる曲ですね。トンキンコンティントントンキントンティントンみたいな。でもハッピあなたのその手で誘惑されてみたい、じゃんじゃんみたいな。そうか、これもあれです、田中さんのドラムがすごくいいですよね。サビの直前に田中さんのドラムのバスドラが細かくなりますよね。ダンスをしようのあたりでタラドット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 タンみたいな、そこもかっこいいと。チクタク聞いてる耳元でジキルが呼んでる、はいパーンタタタンタンピューンピューンタラドット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 カンドカケコカケコンティリルギンコンツンカンカンツチーンみたいな終わり方もめっちゃかっこいいし、ジキルが呼んでるはいでチャンチチャンチチャンチャンって全部ユニゾンに、なる感じとか、それから8分の8分と8分するの8分がかかってたりとかね、すごく印象に残る曲でしたね。 A 面の4曲目、ブルーに泣いてる、あ、じゃあバーサンつってブルーに泣いてる、ボーカルノーマンドジャーというシングルですね。たまちゃんがね提供したっていう感じなんですかね。何なんですかね。クリエイター表記がコージ・タマキ・ノーマンドジャーになってますから、ノーマンドジャーさんが作詞英訳詞をしたんですかね、多分ね。いやこれ懐かしい、すごく。ブリヂストンタイヤの CM 曲で、僕がそのしょっちゅう言ってるベストヒット USA ですね、を番組を見てると、ベストヒット USA の番組途中に入る CM でよーくこれ流れてました。いやこの曲は本当普通にいいなって思います。それこそセカンドとかファーストのアルバムの雰囲気に近い感じを受けますね。はい、 A 面のラストですね、恋の予感。なるほどね、ここで恋の予感が来るのか。作詞は井上陽水さんと。なんかもともとは松井五郎さんにもお話が行ってて、作詞のね。で30回ぐらい松井五郎さんが書いてもやっぱボツになっちゃって、陽水さんの作詞が採用されることになったと。で陽水さんの作詞を見て松井五郎さんはこう言ってます。書かないことの美学、美しさというのがあって、あ、これでいいんだって回答を見せられた感じがすごくあったと言ってます。まあね、なぜなぜあなたはとか、綺麗になりたいのとか、これ気の利いた小学生でもまあ書けるような歌詞じゃんそんなことない、そんなことないよ、そんなことない。あれ俺恋してんじゃね、これ恋の予感なんじゃねみたいな曲じゃん。以外は特に何も言ってないですよね、やっぱりね、この曲。これまたね
まあね、やっぱり陽水さんは前も言いましたけどちょっと特殊なんでね。だから本当ね、陽水さんはなんてことないことしか言ってないし、その松井五郎さんが あえて書かないっていうのもあるんだなって思ったのはわかります。それは僕も一応クリエイターの端くれとしてやらないとかね、まあ絵ですけど僕の場合はあえて書かないっていうのはもちろんありますから、キンキンにつめつめにやる場合もあれば、やるんだけどやらない場所も残しておくとか、余白の部分とか空きの空間とかが大事だったりするのは画面構成を作る上で大事だったりもするからわかるんですけど、ただね、陽水さんのやっぱすごいなって思うところは、少年時代みたいな、ちゃんとね、僕みたいな頭の悪い人間が見ても感動するような、うわ素敵だな、うまいなって思うような作詞もちゃんとできるっていうところですよね。やっぱりね、陽水さん、僕ちょっと言葉悪いっていうかバカにしてるようになっちゃってるかもしれませんが、最後のニュースとかも大好きだったりもしますしね。あ、そうか、前ね1989年のシティポップの動画のところでね取り上げて陽水さん語ってたりもしますしね。そうだから、ライブも僕行ったことあるし、好きなんです、すごく。からかってるように見えたら申し訳ないんですけど、本当にねすごい人だなとは思ってはいるんです。はい。それから要は安全地帯っていうか、たまちゃんの曲の中で、まあ安全地帯ですね、安全地帯の中で特大ヒットっていうかビッグヒットっていうか誰もがわかるような曲の中では、恋の予感、それから悲しみにさよならは僕も大好きですね。それ以外はちょっとなっていう感、まあちょっとなさってダメとか嫌いとかそういうことではないですよ。はい、そうそう、だから恋の予感なんかはすんなり初めて聞いた時ね、秀樹のカラオケでしたけど、バスの中の安全地帯っていい曲作るバンドなんだなってすんなり思いました。そしたら B 面の1曲目いきますか。 B 面の1曲目はキスからですね。この曲も僕は大好きです。かっこいいね唇、キスからすぐ始めたくなるですよ。これ一人で僕歌ってると完全にヤバい人ですよね。キスからすぐ始めたくなるとか言ってダメだこれ。まあでもこの曲も何とも説明しがたい名曲だと思います。僕はキャッツキャリゲツカキャンツドドンデンキャッツキャリゲツキャリツテツケツカキャンツカキスカンカンみたいな、 A メロ B メロサビっていう展開じゃないですか。かっこいいね唇、キスからすぐ始めたくなるが、これが A メロで、まあ、もう一回ベッドサイドあなたとで繰り返すじゃないですか。でその後 B メロですね。砂時計の心があって、もて遊ぼう焦らずに、でここでまたイーって入るじゃないですか。コーラスが、コーラスワーク最高ですよ。いつも壊してきたね心は、何も怖いものなどないよ、なんですけど、めっちゃ怖いよいつも壊してきたね心はですよ。何を僕が言いたいかって言いますと、その明るい調調な感じから急に単調な感じ、暗い感じになったりとか、行ったり来たりする感じがこの曲も満載でございまして、いかんとも説明しがたいと。だけどもなんかいい曲としかもう本当言いようがないです。僕キスからすごく好き、大好きですこの曲。 B 面の2曲目風、いや風はいい曲ですよ。トゥインティンティンチトゥンテンティンティントゥインティントゥントゥイリントゥイリントゥイリンツッタみたいな、みたいなできてないこれ口笛意外とっつうか口笛があんまりできないことが判明しました。ダメだこの曲の感想のところで口笛くるじゃないですか。このセンスも僕は大好きですね。
はい、この曲は展開のところがすごくいいですよね。サビっていうのかな、展開っていうよりも、振り返ると何もない空なのに、トンツコンスコトンティン、僕だけが難しくてっていう、ここの歌詞最高ですよ。僕だけが難しくてっていいね。瞳に風が吹いて、その時にトゥンティリンティンティン、誰にも叶えられる夢がある、で終わるじゃない。この終わり方もすごくいいですよね。いや、この曲小中高と一緒だったアクッちゃんっていてね、アクッちゃんがすごく好きだったんですよ、この曲。アクッちゃん思い出すな。いいやつだったんですよ、アクッちゃんも。すごく大人でね。ただね、僕はアクッちゃんにね、すごくアクッちゃん大人で僕はお世話になったんですよ。だから感謝しかないんだけど、なんかね、当時はやっぱり素直にアクッちゃんに対して、アクッちゃんありがとうって言えないことがいっぱいあってね。僕はあえて逆の行動を取っちゃってたんですよね。すごくアクッちゃんに謝りたいなと思いますね。アクッちゃん見てます？まあ、絶対見てないよね。アクッちゃんありがとう。B 面の3曲目、アトリエですね。これがまた、すごくもう死にたくなるぐらい暗い曲。まあ、真っ暗この曲。ただ、やっぱりこういう暗い曲も作るっていう側面が、いわゆる安全地帯の個性だとすごく僕は思います。なんて言うんですかね、この写真の感じですよ、それこそ本当に。このインナー写真、まあちょっと出しましたけど、やっぱこの感じって明るいだけじゃないっていうアピールみたいなもんじゃないですか。なんか全然違いますよ、もちろん。全然違いますけど、僕の大好きなジャパンっていうバンドがあってね、まあイギリスの。ジャパンがゴーストっていう、これまた死にたくなるぐらい真っ暗、もうどんくらな、真っ暗な。曲を作りましてね、なんかそれにちょっと近い感じを勝手にね僕は受けてますけど、はい。 B 面の4曲目いきますか。エクスタシーと、いやこれどうすっかな、これ僕はこの曲また大好きなんですよ。なんていうの、そのドラムが、まず田中さんのドラムが素晴らしいですよね。バスドラのドッドドッドっていう音から始まるじゃないですか。ドッド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 ね、これで始まって、ドットドットタン、ドットドットタンタン、ドットドットタン、ドットドットタンタバーンがでん、ドゥンテンテンテン、ドゥンテケツケテン、ドゥンテンテンテンって始まるじゃないですか。ドゥンテレンテレン、ドゥンテンテンテン、ドゥンテレンテレン、トクトクテケテケなんつって、ドゥンテレンテレン、ドゥンテンテンテン、ドゥンテケツケテン、ドゥンテンテンテン、ドゥンテレスケテン、ドゥンテンテンテン、ドゥンツケツケテン、トクトクテケテケ、冷たいベルベットの肌にって始まって、そこでのなんかそのスネアのパン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 みたいな、ちょっとずらしたスネアが最高ですよ。で、このドットドットっていうバスドラはディレイでやってると。だから、まあ、2バス使ったりとか、2バス使わなくてもやれるっちゃやれるんですけど、このディレイがすごく安全地帯は効いてますよね。ギターにもディレイかけまくってるじゃないですか。で、この曲のギターにももちろんかかってますけど、なんだろうな、ディレイ、タンって弾いたらテン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 ってなる、そのスピード変える、まあ、これまた EP4 の解説をした時にディレイについては僕詳しくね話しましたけど、なんだろうな、一番わかりやすいのだと U2、 まあ例えが古くて申し訳ないんですけど、 U2 のエッジとかね、テリスカリング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 、こんなに細かくテリスカリングテリスカリングって弾いてんじゃなくて、一回テンってやるとテリカリテリテリってなるから、クン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 しか弾いてなくても、テレテケレ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 ケって弾いてるように聞こえるみたいな、それディレイなんですけど、それを使っていると。で、またエクスタシーっていう言葉が僕は当時もちろん知らなかったですから、だからジミーちゃんがエクスタシーって言うまでエクスタシーの意味知らなかったですからね。だから完全にこの曲はエロ歌詞ソングですよね。サビでのスピード感がものすごくかっこいい。もっともっとまやかして抱きしめてフィフトハーみたいな。ここでもまた安全地帯得意のね、パパパコーラスの変形ファファファ
コーラスみたいなこの感じがすごく効いてますよね。闇に散らかる吐息いて抱きしめみたいなしなやかな足音に絡みつくヒュートはうまい胃の取れんもの熱くあしゃ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 みたいなこのあれですよ、うまい E のトレモロを熱くアシェ、それから甘い A のソプラノを熱くアシェ、そしてかなり G のビブラート熱くアシェっていうこの3つですね。ここがすごく印象的。エロ歌詞ソングだから説明しちゃうとちょっとエロくなっちゃうんでそこそこにしますけど、まずうまい E のトレモロを熱くアシェ、これなんですけど、まあね、アジェなのかアシェなのかちょっとわかりませんが、まあタマちゃんの感じだとアシェに近いですよね。 E はもちろんこれ音楽コードの E ですね。ギターとか鍵盤の E のコードはミとソのシャープとシですね。これが E です。でトレモロなんですけど単音ですね。一つの音を細かくこう連打するのをトレモロ、うーんみたいな、手がやばいやばいやばい、手がやばい、手が、打楽器でもできるんですけど、一つの音をなるべく細かく、これもうトレモロバイオリンだったらこう、これですね、やばいやばい、手がやばい、手がやばい、手がやばい。でアシェは魔術って出てましたね。次が甘い A のソプラノを熱くアシェということで、 A はもちろんこれまた音楽コードの A で、ラとドのシャープとミで A のコードですね。ソプラノは皆さん説明しなくても、わかると思いますが、ソプラノ、テノール、バス、コントラバスみたいな声の高さの種類ですね。それから3つ目としてかなり G のビブラートを厚くアシェということでして、G はソとシとレですね。それで G のコードです。ビブラートもね、説明いらないと思いますけど、ビブラートかけて歌ってよとかっていうとね、まあビブラートもね、声とか音を揺らすっていう感じなんで、うーんってやつですよねやばいやばいやばい、いろいろやばい、うーんやばいやばい、手がやばい、手がやばい。まあそんなエクスタシー、まあどんなエクスタシーなんだとすいません本当に、まあ、全体的にキモいですね僕ね。 B 面ラストいきますか。瞳を閉じてと、わかりやすい、誰が聴いてもいいって思えるバラードソングですね。こういうの僕も作りたいなと思います。こういう曲を、抱きしめて抱きしめて瞳を閉じて、いい曲ですよこれも本当に。これなんか感想のあたりでペットみたいな、トランペットみたいな音入ってくるじゃないですか。これも多分シンセで出してんですかね。この感じがいいですね。またね、ジャケットのアートディレクターは菅野秀夫さんという方でして、他だと Do As Infinity とかねDo As Infinity ってありましたね、懐かしい。あ、ちょっとはいそれからグレイのビデオテープのパッケージのジャケットのデザインとかをやってる方でしたね。で写真も同じく菅野秀夫さんという方でした。でここでシングルの、僕持ってないんですけど、熱視線が発売になりますね。1985年1月25日発売になるんですけども、ドンケンコンケントンテテスカキンゴンケンコンケントンツウンディレッテディ踊ろうほほほスカただ抱きしめてみたいななんかすごくつめつめで省略気味に口三味線やったらおかしなことになってますけど、かっこいい曲だなって思います。はい。それから僕はもうてっきり持ってるもんだとばっかり思ってたんです。1985年の4月25日にエンドレスっていう、まあ、ライブアルバムが出ますと。これも僕聴きまくってたんですよ。だ当然持ってるもんだと思って探したら持ってないんですよ、どうやら。もう基本すぎて、当たり前すぎて、カセットに落として僕は聞きまくったんだと思うんですけども、買ってきますで、あさてとここで特大なシングルまでやって一旦区切ろうかなと思いますと。あ、バースンつって、これですね、シングル悲しみにさよなら安全地帯ということでして、1985年の6月25日発売になるシングルです。これはもちろん僕は悲しみにさよなら好きなんですよ。っていうか悲しみにさよならなぜか
同じのが3枚あるんですよこれ全部悲しみにさよなら。多分やっぱり好きすぎて100円レコードで見つけて、僕は見つけるともう救出したくなっちゃう、買っちゃうっていう感じですね。悲しみにさよならはもちろん大好きなんですよ。ケンゴンゴンケンケンゴンツケンツケンケンストントントンっていう、もうこの出だしが僕は大好き。透明感のあるシンセの音色、それからなんか全体的な雰囲気、メロディー含めとてもいい曲だなって思います。大好きな曲なんです。だけども B 面のノーコメントが、まあ、とにかく大好きなんですよ。最高のファンキー&ソウルミュージック。ノーコメントに関しては僕の過去動画ですね、1985年のシティポップのところでノーコメント1曲で10分ぐらい語ってるのがありますから、今回はやめときます。興味がある方はぜひねその僕の過去動画のノーコメント解説、まあ解説じゃないな、あれは8割9割口三味線ですからということでして、ここまでで僕は安全地帯カンブリア大爆発期だなと思っていますね。はい、いやーとにかくセカンドとサードすごいですね。素晴らしい、全曲良かったじゃないですか。だって僕そんなつもりなかったのに、気づいたらほぼほぼ全曲紹介みたいな感じじゃないですか。だって全曲いいんだもんもう全曲シティポップですよ。はい、一旦ここで僕は区切ろうかなって思ってます。まだね安全地帯アルバムあるじゃないですか。なので僕もやろうかなと思ってんですけど、この動画とか今までの動画とかの様子を見ながら続きを撮ろうかどうかを考えたいなと思っております。なんかね僕もやっぱりね働きながらだったりするんで、僕のなんか動画やっぱ長いじゃないですか。でそれをやっぱり編集がちょっと大変でしてね、編集を人に頼んでね、お金払って人に頼むっていうのはどうしても僕はやりたくないんですよ。ってなると本当は区切りたくなくても区切らざるを得ない状況になると。だからその点に関しては視聴者の皆さんにちょっとご迷惑をかけてる部分があるかなと思うんですけど、そこも含めてミラクル沼尾というねこのおかしな男を今後ともよろしくお願いいたしますっていう感じなんですよね。はい、どうすっかなこの後ね。とにかくチャンネル登録してくれてる方には感謝しかありません。今後ともミラクル沼をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。